かゆい、頭がもう、あーもう限界だ、美容師さん、美容師さん。お願いします。嫌です。日向美容室です。もうこんなに伸びました。えらいこっちゃよ、本当に。割と人生史上最長なんじゃないかっていうくらいの長さの髪の毛になっちゃったんですけれども、もう夏も来るし、もう暑くてしょうがないので、今日は久しぶりに日向美容室をしたいと思います。この美容室はセルフ方式なんでね、ハサミを持ってくるのも自分です。じゃあ今日はすっぴんマスクスタイルですね。ひらりということで、もう何させられてんの、何させられてんの俺。バリカンはバリカンどこ、久々すぎてバリカンどこ。止まった。どうする、濡らしてくる、濡らしてきた方がいい、軽く濡らしてくるよね。また立たなきゃ。マジで髪切る時のさ、かぶるやつをなくしたのが痛いよね。どこ行ったのあれ、本当に長すぎてやだ。お願い、お願い、長すぎて切れる、久々にやって。まあ短くなればいいよ、なんとかなるよ、あとは。いやー落ち着きますね、日向美容室は。やっぱりこの美容室僕結構好きで来たいんですけど、なんかいつも入店拒否されるんで。めんどくさいですからね。本音出た。なんで髪の毛って伸びるんだろうね、やめてほしくない、ずーっと切りたての同じ髪型でいいんだけど。で、伸ばしたいなーっていう意思がある人だけ伸びる制度にしてほしい。これみんな楽しい、見てて。透明なゴミ袋に髪の毛が溜まっていくだけの絵見てて楽しい。日向美容室史上初めてのアングルが登場しました。いやー本当ありがたいよ、本当ゆいさんにはね、いつもお世話になってますから。できた。お、できました。じゃあちょっと頭洗ってきましょうか、さっぱりしてこようと思います。はい、ということで髪の毛を洗って乾かしてきました。セットはしてないんですけどね、皆様にお見せしていきたいと思います。こんな感じです。じゃらーん。どうよ、あれカメラだとあんまり変わって見えないか。でもだいぶね短くなりました。すげー軽くなったし、前髪もね目に入らなくなって、視力の低下に繋がらなくなったので、これで僕の健康を守ってくれましたね。ありがとうございます。おいたまー。どうですか今回、美容師さん的な出来栄えは。考えてないだろお前、うんって言いながら考えてないやつだろ、それ分かるぞお前、長年の付き合いだから分かるぞお前、うんって言いながらそれ考えてないやつだろ。まあ1週間2週間後ぐらいに PS に行く予定もあるので、その時にまたこう竹内さんに手直ししてもらいつつ、ちょっと今回の日向美容室が何点だったかっていうのをね、そこで Today's 日向美容室もつけてもらおうよ。 Today's 日向美容室ポイント。なので本日の Today's 日向美容室ポイントは保留。